夫だよ、みやび。今の試合すごく盛り上がったな。そうだな、確かに熱くなった。うんうん、やってみると意外に熱くなるものだよ。いやそうではなくてだな、だよね。僕が考えてたのも同じことさ。そんなの当たり前じゃないか。ふーん、濡れ濡れ水着で興奮マックスって言ってたけど。それの何がおかしい。僕が言ったのは水着じゃなくて、ほらあれだよ、水遁の術、濡れ濡れ水遁で興奮マックス。何もおかしなことはないだろ。そうだな。濡れ濡れ水着で興奮マックス。お姉ちゃん、濡れ濡れ水着だよ。バカなこと言うな。妹の濡れ濡れ水着で興奮。じゃあやっぱりみやびの濡れ濡れ水着。それは。いかんせん緊張感に欠け、しかし計画のためにはミスターK、状況は見ての通りだ。かしこまりました。忍びたちよ、戦うのだ、真の楽園のために。みんないいか、参加するからには優勝あるのみ。蛇女の誇りにかけて他の学校に負けることは許されないぞ。ねえねえ、イムちゃんは優勝したら何をもらうの？何よ、秘密なんて言われる。やだね、誰が教えないなら当てるも。イムの欲しいもの、わかった、おでこ隠しね。なんだよそれ、別に僕。隠してよ、眩しいのよそのおでこ。エロ。僕のおでこは輝いてない。あ、みやびの水着が破れてる。何？ほら光ってる、エロいこと考えてるから。あ、これは違う、違うんだ。もちろんだよ、みやび。みやびのポロリは僕。なんかだんだんバカバカしくなってきたわ。さ、会場に行きましょう。あ、そうだな。それじゃ。おう、気をつ。ヘイ、そこのデカ。イエース、デカ盛り大盛りおっぱい盛り盛り、みんな揃ってカチンコチン。何の用でしょうか。ユーの仲間のデコフラッシュガールが。こんメモ、確かに渡したからな。それじゃあとは頼むぞ、デカ盛りガール。このメモ、何が書いてあるんだろう。
イエティないわよ。って、それじゃあ雪男じゃない。どうよ。どうやって笑うべきなのか、私たちは。熱いぜ。紫、いいところにいた。見てないけど。あいつあちこちで僕のことをで絶対に許せない。僕のおでこはエロいことなんかでは輝かないっていうのに。あ、言っちゃった。マイドンブリ無難すぎか。可愛いぬいぐるみ恥ずかしがりそう。みやびは一体これお姉ちゃんが。みやびさん、私とみやびさんならお姉ちゃんはどっちが大事なのかな。紫、急にどうしたんだい。私が何でを。僕が紫にな、なんだろう。ごめん。じゃあもう紫。紫、どうしたんだ。何かを持っていることが。みやびさんはだま、ごめんなさい。3回戦が始まるみたいです。紫、一体どうしたんだよ。
本気を見せて。お姉ちゃんもみやびさんも嫌いだもん。ちょっと一人になってくる。紫、待て。ちゃんと話をしないか。イム、少し紫を一人にさせてやれ。そっか。紫、話したいことが。紫は紫で、変に賢くなっちまうよりも素直に感情を出していこうぜ。溜め込んでも腐ってく一方だ。気に入らねえもんは気に。そうなのかな。かしこまりました。はい、作戦の方は。あ、いえ、はい、順調です。忍びたちのエネルギー。あの人は。このまま決勝戦まで進めば目的を達成。何のことなの？